ダークフォートレスは、ドイツランツフート出身のメロディックブラックメタルバンド。1994年にオスバルガー、アザトース、ニオルド、チャロンの4人で結成。1996年にデモアルバム、ザ・リバース・オブ・ザ・ダーク・エイジをリリースした後、1997年2月に、クロムとサミューズを加えた6人で、最初のライブを行う。同年、フォグ・オブ・ジ・アポカリプスレコードより、 バラド・デュアとのスプリットアルバム、t o w ー r s i m o r t a l t y をリリースするもレコードレーベル側から、バラド・デュアの国家社会主義的な思想や歌詞について知らされておらず、彼らは何度も、自分たちはナショナル・ソーシャリスト・ブラックメタル・バンドではない、と説明しなくてはならなかった。1998年サミューズが脱退し、ペイモンが加入。ファーストアルバムのレコーディングを予定していたが実現せず、年に、 ようやくスタジオに入り2001年にレッドストリーム、レコードから、ファーストアルバム、テールズフロムエターナルダスクをリリース。当時すでにニヨルドが脱退していたためクロムがベースを弾いている。テールズフロムエターナルダスクのレコーディング後、チャロンとクロムが脱退。公認として、セラフと V サンツラが加入する。オスバルガー、アザトース、ペイモン、V サンツラ。 セラフと少し前に加入していたドラグのラインナップで2003年にセカンドアルバムプロフェインゼニスイドルクリエーションズをリリース。レーベルをブラックアタックレコードに移し2004年にスタップウーンズをリリース。この後にはセンチュリーメディアレコードと4枚のアルバムをリリースする大規模な契約を結び2006年にフォースアルバムセインスをリリース。2007年に アザトースが脱退する。3ヶ月後には V、サンツラ、セラフがノンクリドというバンドで活動を共にしており、セインスでは一部の作曲やアレンジにも携わっていた、モレアンが加入し、2008年にフィフスアルバム、エイドロン、2010年にシックスアルバム、ユーラムをリリースする。2014年に、新アルバム、 ベネリエル・ドーンのリリース前に長年キーボードを務めてきたペイモンが脱退し、公認にフィニックスが加入。2015年にはセンチュリーメディアレコードとの契約を更新した。2018年3月27日、3月末のダークイースターメタルミーティングのステージをもってドラウグが脱退することが発表された。ドラウグに代わって、 シークレッツオブザムーンのギタリストである AR がライブセッションを務めている。2019年12月6年ぶりとなるニューアルバムスペクターズフロムザオールドワールドが2020年2月28日センチュリーメディアレコードからリリースされることが発表された。タイムラインでもスプリット。ありがとうございます。